はい。でもやばないで、うせ。どうにかしてくれよ、ほんま。やばいし、やばないっすか。起きてはいいんすか、俺っすよ。新宿スワンの主人公か、お前は。ずっと前のね、ただ寝癖を公開してる動画がやけに伸びたんで、この状態から撮ってるんですけど。やらせなしっすからね、これ。もう一歩間違えたら、パリコレ切るんちゃうかな。すいません。それは言い過ぎました。ということで、ただいまの、お時刻。やばっ。やるよでは何の日かというと、妹が日本に帰国してくる日ですね。まあ帰ってきてほしくなかったんですけど、韓国からベトナムからみたいな感じで1週間ぐらいずっと、まあ、旅行行ってて、でちょっと行きしにね、本来だったら送りたかったんですよ、空港まで。ただその日ポエタの撮影で行ってあげれなかったんで、今回はサプライズでいるはずもないお兄ちゃんが航空ではい、ということで行きます。はい、ということで今回やっていってきます。ということで今回やっていきたい企画、いるはずもないお兄ちゃんが航空で出迎えてくれるドッキリ。空港ということで今回やっていきたい企画、いるはずもない空港に。それだけで世界を変える水、いろはす、いろはす。もうやだ。いるはずもないお兄ちゃんが空港で出迎えてくれるサプライズ。なんかすっきりせんな。はい、ということで今からちょっと準備して8時に着くらしいんですよ。だからそれを目がけて今から関空まで行きたいと思います。まずシャワー入ってくるんで、バイバイ。はい、っていうことで今から関空に向かいたいと思います。一人でドライブする姿なんて初めてちゃうんですか、皆さん。最近ね、めっちゃ便利な三脚を買って、車の時とかめちゃめちゃ撮影しにくくて、普通の三脚ってなんか全然動かないから、今使ってるやつってめっちゃめちゃくねくねするから、どこに置いてもめっちゃ便利っていうか、小田瀬名ではめちゃめちゃドライブするところは見せていきたいなってシンプルに思ってて、まあ基本的に運転してる時はもう音楽聴いてるだけなんで、関空らへんに着きそうになったらまたつけたいと思います。では、はい、じゃあ、小田瀬名です。はい、ということでもう少しで第一ターミナルに着きそうです。空港も来るの初めてなんで、で40分ぐらいかかって、ちょうどセナももうちょっとで空港に着くはずなんで、タイミングぴったしなんじゃないかなって思います。僕あれですよ、彼女っていう存在をできたことがないから、こうやって迎えに行くこともないんですよ。なんやったら初なんで、妹が初やねん。どこに止めればいいですか、そもそも。うん、なんか嫌な予感するな。絶対こっちやろ。ですよね。僕バス側おるわ。どうしよう。待って、嫌な予感するこれ。やった。これ一周もんやん。やらかした。誰がターミナルぐるぐるしたいねん。コータゼンナでーす。はい、ということで第一ターミナルに着きました。もうね、来てもおかしくない国際線到着口にいるっぽいんで、到着するまで待ちたいと思います。
持ち物を確認してみて。え、待って、何？え、待って、何？え、待って、なんで日本に入れてないですか？達也の不粋顔だけ入れました。薬物とか入れてないですか？入れてないです。こんな久しぶりに早起きしてます。だって今7時半とかやね。せいで朝5時55分に起きたわ。え、なんでなんでなんで。いやいやいや、もうたまにはちょっとお兄ちゃんっぽい。いやいやいや、車借りて。車なしも持ったるわ。車なし持ったるわ。これもよろしくお願いします。いや、容赦ないなお前。何動画これ。空港で兄が出迎えてきたらどういう反応するか。まあ、あの株上げ動画です。ごまスリ動画です。スリ動画で、ね、まあ、足が切れた。まあ、僕がいいお兄ちゃんを演じるちょうどいいちょっとね道具なんで。ちょうどね、そのね、そのためにあれやろ、韓国とベトナム行きたい。あ、まあ、もちろんもちろん。そうやろ、株上げるために。そうこれをするためにこう行ってもらったから。そう全部払ってもらおうかな。じゃあコタゼンナです。はい、ということで車乗って帰ります。帰ってきました。日本、いやちょっとね、日本が汚染されるんですけど、まあ仕方がないということで、はい、ということで綺麗パワーをね、皆さん、じゃがいも生産率は一番誇ってるんでさすがですけど、今から家に帰ります。ということで、どうでしたか？いやいやいや、俺は別に何も関係ないけど。行きの運転はどうでしたか？高速道路ずっと走ってたから、行きの運転業楽しかったで。やっぱ俺初めて一人運転した。へえ、そっか、そうやんな。そう、いつもセナが運転してあげてるもんね。ずっと。いや、けど聞きたいのはあなたの。まあまあまあね、違うのよ違うのよ。あの高速道路乗るときに必要なものは何でしたっけ？ECC。 俺これちょっと恥ずかしいから言いたくなかったけど、日本レンタカー上田にあんねんやん、あのカードいるやんと思って、うん、高速道路をの時に使うやつみたいな、なん、ね、やろと思ったら、あ、ECC ってありますか。ETC ですよ。どうやったん、韓国。楽しかったよ。ベトナム。え、韓国は何日間？2日2日か。この動画が上がっている頃には多分どっちかな、韓国語で注文してみたとか。そうね。どうやった韓国は。え、めっちゃ難しかった。撮影自体がめっちゃ難しかったし、苦戦したな、全体的に。住んでる友達にその協力してもらってんけど、もうそもそもそういう文化があんまないみたいな。結構さ、道頓堀とかめっちゃさ撮影してる人多いやん。確かに。でもそういうのをあんま やらへん人たちらしいんで、ちょっとだけでいいからやってくれませんかはもう15分30分時間取られるって思ってるから、あんま撮影してくれへんみたいな感じで言ってて、でそれで結構マジで5、6時間ぐらいですけど。そういうのはまあ道頓堀でやってみるのもありやな。うん、確かにね。撮影以外では何が、撮影以外ではほとんど食べない。ほとんど豚やな。あとあれした、水耕注射っていう肌の治療したよ。水耕注射って何の？肌にブサブサさして。ポテンサとはまた違うの？あ、まあちょっと違うかな。1回で効果ある系なの？いや、継続系やな。あ、そうなの。じゃあ1回韓国でやっても意味ないってこと？だから何回も渡韓しろってこと。何？1年に何回行けばいい？まあ1ヶ月に1回。いや、お前韓国、お前地元か。地元のペースで返せる。地元でも1ヶ月1回1回な。ベトナムは高校の先生ね。ねえ、コボコボ。コボコボです。コボコボさん好きやな。コボさん大好きですね。ベトナムは何してたの？ベトナムは食べてたかな。あ、お土産ある。おお、達也って美容に来やから。おお、嬉しい。シンプルに飲むエルメスと言われている。飲むエルメス、 K-POP アイドルとかもめっちゃ飲んでる。飲んでんねや。それはシンプルに興味あるわ。オイルやつで、何味？オレンジかな。でここに錠剤が入ってて、はい、でこれとオレンジを飲みます。水をと一緒に飲むってこと？いや、もうこれがオレンジジュースになってる。どういうこと？それを飲む。そう、だからこれ薬あるやん、うん、ここの薬入れて、でこのオレンジジュースで流し込む。中にオレンジジュースがある。そう。いや、なんか言えばいいね。美容大国ですからね。大国ですから。あとはインスタントフォーも買ってきて。何のインスタント？フォーのインスタント麺。
興味ある？じゃあ俺カンコレまで俺マジでちょっと痩せてる状態ですね。ブクブクさんやろ今。どういうこと？ブクブクさん今ブクブクさんやろ。ワクワクくんみたいな会議後じゃあ大喜利しよう。もうええってもうお尺十分あんねんじゃあもうあなたの感想しかいらないんですか？ひろゆきさんですか？なんとうまそうですよ。ベトナムと韓国どっちが楽しかったの？どっちもそんな忖度とか比べるようなこと言わんといて。どっちも楽しいんだよ。久しぶりなあれ韓国は久しぶりでしたね。あ、旅行も久しぶり。前ベトナム行った時もオーディションで行っただけやから。ベトナムっぽいことはしてないってこと？今回はしたよ。ホーチミンっていう首都国に行ってんけど、首都に行ってんけど。ホーチミン、ホーチミン、いや同じやん。ホーチミン、ホーチミンで、バインミーとかも食べた。何のバインミー？バインミーって有名なベトナム。何も知らんのお前。いやいや、あのさ、ベトナム知らん人やったら分からんやん。バインミーみんな知ってるでしょ。はい、コメントしてください。知ってたらコメントください。はい、勝負な。絶対知ってる。絶対もう謝罪しろよ、もし知らんって人おらんかった。俺だって、お前だけ。俺 SNS ちゃんと膨れてんで。いやだってもう、何やねん、バーミーって。バインミー？バーミヤンしか知らんわ、そんな。え、でもバーミヤンくらい言う。じゃあもうどっちの方が有名か勝負しろよ。バーミヤンかバーミヤン。それはバーミヤンやろ。いやいや、噛みそうなったけど。フォーとか、そういうバインミー食べたり。いいやん、めっちゃ青春やん。楽しかったです。いや、ほんまにもう、旅行のさ、行こうよ、アメリカで。楽しさが、まあ、なんかさ、観光を巡るっていうので、旅行とかあんまり思ったことない。マジそういうのあんまり興味ないよ。そう、でも視野広がるでいろんな文化に触れ合える。まあけどいろんな YouTube の企画があったりするですよ。仕事のことしか考えてない。一番いいのはやっぱプライベートを仕事にできたらいいよね。いやいやベトナムで筋トレしてたの？ベトナムで筋トレしてた。すんなよ。え、それコボさん家におったの？コボん家に筋トレってかジムとプールとバスケットボールコートみたいなのついてるから。物価が安いからさ。あ、じゃあさ、ベトナム行ったら結構すごいとこ住めそう？これ絶対住めるで。なんだ、言語通じひんけどめっちゃ優しいね、向こうの人。英語喋るね。ちょこちょこ喋れるぐらい。それこそ昨日サードコボでバイク乗っててんけど、途中でなんか横に来た人がなんかねねねねねみたいな、でなんて言うてかわからんかって。でももうその次にもう一回ねねねねねみたいな、違う人で、3人目がねねねねねねで、結局パンクしててタイヤが、だからめっちゃ優しいおっちゃんたちが、パンクしてるよ君のバイクって。いやもう道盛りの世界さ。俺も行ってみたい。行ってみ。いやけどいつかさ、マジでそのドライブスルー企画とか100万いったらか分からんけど、ちゃんと見てもらえる時にめっちゃ海外行きたいなと思って。行きたいっすね。はい、ということで、まあ、セナが帰ってきたということで、また2人の動画も増えますし、まだね、チャンネル登録してない方は、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。もう30万行きたいよね。行きたい。もう30万すぐ乗り越えたい。今のペースやったら1日ね、絶対1000人は増えてるんで。マジでありがとうございます。感謝感謝です。いつも見ていただいて、これからも精進します。はい、ということで、これからのコタセナも楽しみにしててください。ということで、バイバイ。チャンネル登録してね。この真ん中の丸いボタンをちゃんと1秒押すだけ。チャンネル登録ボタンを押して、今から押して、早く押して、あー明日もう押して。今のでいいよ。